最初のご質問のルペンと安倍の違い、ポピュリズムの問題というところですけれども、ルペンと安倍の違いと先ほどお話ししたのは、まあ、ルペンに限りませんが、ヨーロッパの極右勢力の一般的な政策的な特徴は保護主義的な側面が強いという点で言えば、グローバリズムによって経済格差が開いて、それによって疲弊を強いられている仮想の人たちの支持は受けやすいと、こういう関係がありますが、日本の極右の皆さんというふうにここでは言っていますが、安倍政権は代表的ですけれども、新自由主義的な経済政策を徹底してやっていくという点で言えば、ルペンとはそこら辺はかなり違うというふうに言っていいだろうと思います。で、問題はポピュリズムですけれども、ポピュリズムって何なのかっていうのがなかなか定義づけややこしいですけども、世界的に一つの共通の理解として言えるのは、ポピュリズムが起こる背景としては、それぞれの国におけるエスタブリッシュメントに対する強烈な反発、これが背景にあるという点では共通の特徴があるというふうに、まあ指摘されているわけですけれども、既得権益とは言わないけど、まあ旧来の支配層が行ってきた政策の積み重ね、これがまあ新自由主義的であれとすれば、新自由主義的な経済政策によって経済格差が広がり、それによって搾取されている人たちが、まあ、既得権益層から支持を離れて新しい選択を目指そうとするという動きになるんでしょうけども、日本ではこれは今年の1月1日にフィナンシャルタイムズの記事で出てたんですが、このエスタブリッシュメントに対する反発、ポピュリズム的な流れには一つ例外の国があると、それは日本だと、こういう指摘をした記事が載っかりました。日本では自殺率というか年間の自殺者数が3万を超えるという時代が長く続いていて、経済的な格差も深刻であるにもかかわらず、エスタブリッシュメントに対する反発がなぜ表に出ないのかという問いかけの記事がありました。まあ、その理由としてその記事が出していたのは、自殺率が高いからとかわけのわからん説明の仕方になってたりしましたけども、確かに経済的にも社会的にも日本も欧米と同じようにかなり深刻な矛盾を抱えてきているというふうに言ってよいかと思うんですが、それがエスタブリッシュメント、今の既成の支配層に対する反発という形で世論が動いていないというのは、表に出ている限りで言えば当たってるかもしれないですね。そういう点で言えば、日本はポピュリズムの世界の潮流からするとちょっと外れたところにあるという、その観測は言えてるのかもしれません。まあ、別の表現ですれば、安倍政権そのものがポピュリズムだという人もいますけれども、ただちょっとそういうふうな基盤とかの関係で言えば、安倍さんを支えているものと世界的なポピュリズムの流れというのは質が違うというふうに考えざるを得ないんだというふうに、まあ思っているというところです。2つ目の質問いただいたのが、個別的自衛権、立憲主義に反するのか反しないのかということですが、自民党政権の下で解釈改憲が積み重ねられてきたというこの現実は、もうこれは明らかに立憲主義には反します。これはもう否定のしようがないわけですね。で、ただ今回の集団的自衛権の問題というのが、従来のその立憲主義に反するのレベルのと質がちょっと違いすぎるというところで問題が大きくなっているというふうに言わざるを得ないかもしれません。解釈で説明できる範囲を完全に超えてしまったというところで言えば、従来の解釈改憲はそれなりに内閣側は苦労して工夫をした上で解釈改憲を行ってきているので、憲法学者の中にも支持する人はいるわけですけど、従来政府が答弁してきたものを180度ひっくり返した上で新しい憲法解釈として集団的自衛権を行使するというのを政府自らの手でやるというのは、自分でちゃぶ台をひっくり返すような行為なもんですから、これを正当化する理屈はなかなか出てこないですね。そういう意味では従来も立憲主義に反するという事態はあるけれども、今回のケースは質が違うというところでかなり
を圧倒的な憲法学者の批判を受けるというのはもうやむを得ないだろうというふうに、まあ、思っています。ただなかなかの憲法っていうのはあの理屈通りに動かないところもあるので、少々矛盾があっても構わないと、大雑把な部分はあっても構わないんですけども、どうしてもここは譲れないという大枠の原則はきちんと守らないといけない。少々破れたところがあっても目をつぶっても構わないですが、ここだけは譲れないというその土俵の割ったか割らないかというところで言えば、そこの判断で言えば、まあ、今回のはもう説明のしようがないので、相撲で言えば土俵を割ってしまったと。従来のはちょっと土俵を勝手に広げるということはやってるけど、土俵は壊してないので、そこら辺はまあちょっと評価としては違いがあるというふうに言ってよいかなと思ってます。さて次の安倍的な政治についてですけど、安倍は何を代表しているのかっていう、この辺のご質問の趣旨を改めてちょっとお聞きしたいんですが、基本的には現在の自民党政治は階級的な基盤としては金融独占資本の利害を忠実に代表しているというふうに理解をしているんですけれども、その意味での代表ではなくて別の質問を考えておられるのかどうかをちょっとお聞きしたいんですけれども、何を代表しておられるのかと今お尋ねのところですね。お尋ねの次、あの対米従属一本槍なのか、それとも野望があるのかと、自立の野望があるのかというと、この辺はあのご本人に聞かないと私もよく答えられませんが、ただこの間の彼の行動パターンから見てると、自立は考えてないっていうふうに思っていますね。安全保障問題では完全に思考停止状態で、まずアメリカの判断ありきで、そのアメリカの判断そのものについてはほとんど立ち入らないというところで、行動パターンとしては一貫しているように思います。そういう意味で言えば、まずアメリカのご意向があって、それを前提にして動くという意味で言えば対米従属一本槍かなと思うんですが、まあでも安倍さんを支持している人の中には日本も核武装せとかいうような人もいるので、いろいろ複雑なんでしょうけど、まあ、の日本の核武装の問題で言ったらば、この間の北朝鮮問題に絡んでアメリカ政府側のある人間が日本の核武装を容認するような発言をしたニュースが流れたのをお聞きになった方もいらっしゃるかと思うんですけども、その報道の中で言えばアメリカの選択肢は2つしかないと言っている向こうの専門家のコメントがあったんですけど、一つは北朝鮮に対する予防的な攻撃、いわゆる先制攻撃をやるか、あるいは北朝鮮の核武装を事実上黙認するか、2つしかないと。しかしどちらもリスクが大きいと、こういう言い方をしてました。で、まあ、先制攻撃を仕掛ける場合のリスクはまあ分かりやすいんですが、北朝鮮の核武装を事実上黙認することのリスクとして考えられているのが、韓国や日本が核武装するだろうと、北朝鮮が核を持つというのを認めてしまうんだったら、韓国や日本も俺たちも持たせろというふうに考えるだろうというのをリスクとして挙げているわけですけど、アメリカ側は基本的に日本や韓国のような国が核武装するということを肯定的に受け止めているわけではないわけですね。これはもう NPT 条約の問題もあるので簡単に認めるわけではいかないですけども、でも政治的な流れとしては日本側がそういう要求をしてきたらどうするかというのはアメリカ側では考えているところはある。でも日本側にそういう政治的な意図があるかと聞かれたら、ちょっとないのではないかというのは個人的な観測ですけども、もしかしたら出てくる人がいるかもしれませんけどね。で、確かにあの日本が核武装することはアメリカにとってはリスクなわけなんですよ。なぜかといえば、ちょっとあの途中でお話ししたように、安全保障上日本がアメリカから自立するきっかけになりかねない。アメリカの核の傘から日本が出ていくという物理的な根拠を提供することになりますので、アメリカとしてはなかなかここは認めるわけにはいかないだろうと。で、私さっきあの思考訓練のつもりで日本の安全保障戦略の選択肢として
そういう道もあり得るということもきちんと考えておいた方がいいという話をしたんですが、最初からそれを拒否する理由はない、まあ、私は核兵器を廃絶するという立場は取ってはいるんですが、しかしあまりそこから出発して議論を重ねない方がいいと。先ほどの後の理想主義に関わってきますけれども、我々は国民を納得させるためには現実から出発した方がいいというのが私の立場なんですけどね。この点についてはいろいろご意見をいただければいいかなというふうに思います。で、軍事研究に関する SIS 大での議論ですけども、 SIS 大のガイドラインは非常に、何と言ったらですね、読みようによってはさっきも言いましたけど何とでも読めるんですが、申請そのものを否定はしていません。ただそれが軍事目的であるかどうかというチェックをかけると。で、軍事目的であるというんだったらダメだという立場を取っています。で、それどうやってやるのかといったらば、今までやってるところで言ったらば問い合わせるんだそうです。これこの軍事目的じゃないんですかどうですかって問い合わせるんだそうですけど、そんなもん答えられませんという返事が返ってくるので、じゃあ申請させませんというやり方を今は取ってると。で、もし向こう側がいや軍事目的じゃありませんと言ったら申請できることになりかねないので危ういんですけれども、いずれ今のところはそういう点ではちょっとブロックしてると言っても良さそうなところです。で、この問題についてはまた大学の中で少し、今年私は組合の書記長になってしまっちゃったので最初の学長交渉ではその話題もまた取り上げることになるんですけれども、穴がありますので、その点では少し議論を続けていくということにしていこうと思っています。で、一番最後に難しい問題が残るんですけど、先ほど言いましたように、今私は政治の世界では理想主義的な立場を取らないと、むしろ現実に即して国民の納得の得られるところで政策選択をきちんとやっていくと。で、その先に理想を掲げるのは当然構わないというか、むしろそうすべきだと思うんですけど、理想ありきで政策論を組み立てるのではなくて、現実ありきで政策論を組み立てた上で、その先に理想をどうやって描くのかという立論の仕方を逆の方にした方が良いというふうに考えているというところです。理想をなくした政治というのはそれはもう全然味気ないので、それはもうありえないわけですけども、理想にどうやって近づくのかというアプローチの組み立て方というところでは、かなり現実主義的なものの発想の仕方が必要になってくるだろうというふうに思っています。で、そういう点で言えば、場合によっては個別的自衛権を認めるという議論に踏み込む必要が出てくるかもしれないと。で、日本が対米従属を克服して完全な国家主権を回復するというときに、安全保障上どの国に対しても自国の自衛権をきちんと行使できるような状態にしたいと思ったときに、核武装というのは、ここから喧嘩になるかもしれませんが、核武装というのは選択肢の一つにならざるを得ないです。コストが少なくなって済む。通常兵器で装備をフルスペックでやろうと思ったら大変な金かかりますけれども、でもそういうものはきちんと国民的な議論に乗せた上で国民が選択しなきゃいけないです。民主主義国家を目指すというんだったら、私らかなり議論は民主主義的に尽くさないといけないわけです。その場合は最初から論点を塞ぐ必要はないと、あらゆる問題について検討しないといけないと。そこで国民的な合意を形成するというところが、かなり努力をしないというふうにしないといけないというふうに思っているわけですけれども、それを議論した上で、例えば安全保障戦略で核武装は取らないぞという場合には、なぜ取らないのか、取らないんだったらそれの穴埋めとしてどういう形で安全保障戦略を取るのか、具体的にどういうふうに展開していくのかといういちいちの論点をきちんと詰めた上で政策論争に臨まないといかんだろうというふうに思っています。そういう意味ではかなり手間のかかる作業をしないといけないというふうに思っているんですけども、そういう意味でかなり今日はふっかけの議論をしているんですが今私ら次の世代に何を残していけるかというところで言ったらば、手っ取り早い対応策はないわけですね。しんどいことをやらないと次の世代に残していくものはないわけですけども、そういう点では柔軟に、かつしかし原則に忠実に、事実と論理に基づいた議論をどうやって積み上げていけるか、そうしないと
同じようなことを考えている人についても支持を得られないという場合がいろいろありそうな感じがしています。一応お答えしたつもりですが、もし漏れがありましたらまたご発言をいただければありがたいです。